計画のためにチラシを1枚、そして2枚、そして3枚。おっと、突然画面が曇ってしまいました。これは誰かのいたずらでしょうか。映像が悪いと、ちょっと撮ってる意味がなくなってしまいますので、私、自分でこれを剥がそうと思います。行く。あんなに職人です。飛び職です。お兄ちゃんたち、おはようございます。目開きすぎ、目開きすぎ。はい、カット。はいはい。まず自分で呼ばれてちゃんと言って思うよ。なんか財布持ってくの。ポケットは一番お願いします。緊張することお願いします。緊張する。頑張ります。一言どうぞ。緊張する。頑張ります。ゼロさん一言どうぞ。ああギャー。どうぞ。お願いします。
ディスパーズレーの小連れを買う。もう飽きたな。物を置きに行った。五重の塔です。さてさてやってまいりました。ここは33元堂。ディスパズレーワンマン当時。ゴーン。ちゃんと奥まで撮ってみ。絵にならないねディスパズレー。あ、うまそうだ。おお、ディスパズレっぽい。何を食べてるんですか、カリュさん。ありがとうございます。黒くんは何を食べてるんですか。チョコボール。ありがとうございました。何も。空気を食べてるみたいな、空気を楽しんでるみたいな。そうそう、今の答えが一番今の中で風流だな。で、俺はというと今からこれを食べます。これこいつゼロ君どこだ。ゼロ君こいつ、ほら取った。今取ってます。おー、取ります。植っております。ああ、植っております。こんだけでけえからね。パノラマって面白かったよね。ね。タトゥーズも描いてるよね。すごい、なんか。こんだけでけえからね。五重の塔が近くなってまいりました。てっぺんの棒が映ってない。食べた。入ってる。さあ、どうぞ。頑張ってるぞ。うん、風流ですな。素晴らしいですな。